前回お伝えしました子供たちのレモネードスタンド、第2弾行いまして、今回も大盛況のうちに終わったそうです。2回目の今回はレモネードに加えまして味噌クッキーも販売したんですが、どちらも大人気だったそうです。味噌クッキーってなんや。スケノダッチのユーコンユーコン、この番組はカナダユーコン準州移住6年目、まだまだ駆け出しユーコナーの私スケノダッチが初心者目線でユーコンの魅力を紹介する番組です。はい、ということでね、味噌クッキーを今回は販売していたそうなんですけども、僕も試食させてもらったんですけども、そうですね、甘い普通のクッキーという感じでしたね。うん、美味しかったですよ。うん、それが、和食になるのか何なのかはよくわからないですが、まあまあとにかく大盛況のうちに第2回も終わったそうです。という感じでですね、子どもたちの夏休みももう終盤に差し掛かっているんですけども、今週はそんな学校にちなみましてこんな企画をお送りいたします。頑張れ新入生、ユーコン小学校入学式。ただいまよりユーコン小学校入学式を始めます。はじめにユーコン小学校校長ダウンハウススケノよりお祝いの言葉です。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんがこのユーコン小学校に入ってくることをとても楽しみにしていましたよ。元気いっぱいの子たちと聞きました。一緒に勉強するのがとても楽しみです。さて皆さんは1年生になる前に最初の1年はキンダーガーテンという教室で勉強をしていくことになります。キンダーガーテンというのは本当の小学生になるための準備をするところです。そこには優しくて面白い話をしてくれて、いっぱい一緒に遊んでくれて、皆さんが本当の小学生になる準備を手伝ってくれる先生がいます。わからないこと、困ったことがあったら何でも先生に話してみてください。また同じ小学校の中にはグレード1からグレード7までの頼りになるお兄さんお姉さんたちがいます。今の皆さんがグレード7のお兄さんお姉さんを見ると、わあ大きいな、立派だな、大人みたいだなともしかしたら思うかもしれないですね。校長先生は新入生の皆さんもグレード7になる頃にはそんな風になると信じています。そのために毎日の学校生活、いろんなことを面白いな、楽しいな、と感じながら過ごしてください。保護者の皆様、お子様のご入学おめでとうございます。お子様たちはこれから毎日、それぞれのバックパックにランチバッグだけを詰めて学校へ出かけていきます。そして毎日、たくさんの経験、多彩な知識と空になったランチバッグを持ってお家へ帰ってくることと思います。どうぞ毎日、今日はどんなことをしたの、面白かった、つまらなかった、と声をかけてあげてください。またキャンプや旅行などご家族で過ごす経験も大事な勉強の一つだと私たちは考えています。学校をお休みしてもフォローアップはしっかり行いますので、どうぞお子さんたちにいろいろな経験をさせてあげてください。お子さんたちはこれからクラスメート、上級生、学級担任、特別な教科の教員、
スクールバスのドライバー、登下校時、休み時間の見守りスタッフと、たくさんの人々と出会います。いろんな名前がお家でのお子さんたちの話の中で出てくることでしょう。多くの人に見守られ、その中でのびのびと育っていくお子さんたちをどうぞ応援してあげてください。重ねまして、ご入学おめでとうございます。続きまして、新入生の皆さんの1年お兄さんお姉さんにあたるグレード1の児童による学校紹介です。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。小学校はとっても楽しいところだよ。教室は綺麗で、本やおもちゃ、勉強するための道具がいっぱいあるよ。自分の名前が書いてある机があって、そこに座って勉強したり、ランチやスナックを食べたりするよ。休み時間にはプレイグラウンドで遊ぶよ。友達と遊んでも、一人で遊んでもいいよ。教室の中だけじゃなくて、学校の近くの森に行ったり、時にはバスに乗って遠くに勉強しに行くこともあるよ。動物を見に行ったり、湖に泳ぎに行ったり、とっても面白いよ。時々ピッツァデーがあって、自分で食べたいピザやジュースを自分で選んでランチに食べられるよ。テンションが上がるよ。クリスマスにコンサート、春にミュージカルがあって、全員ステージの上で歌ったり踊ったりするよ。おうちの人たちがたくさん見に来てくれて、テンションが上がるよ。ハロウィンやバレンタインには友達とお菓子やプレゼントを交換してテンションが上がるよ。わからないことがあったら何でも僕たち、私たちに聞いてね。テンション上げて待ってます。それでは最後に有根小学校校歌を斉唱します。有根川はガチで長い、ベーリング海まで続いてる。有根の冬もガチで長い、4月5月でもまだ寒い。マイナス20度ぐらいはまだ余裕、マイナス30度超えたら割とやばい、マイナス40度車壊れる。そんな我らの有根小学校。エンディングでございます。有根有根はスタンド FM、 YouTube で毎週金曜配信中。ぜひいいねコメントください。またインスタグラムでは最新情報も発信中です。フォローの方よろしくお願いします。ということで今週は有根小学校という架空の小学校の架空の入学式をお送りいたしました。お楽しみいただけましたでしょうか。まあね、架空の小学校の架空の入学式ではあるんですけども、そうですね、この有根にある小学校に
子供を預けている親として実際に見えたユーコンの小学校の様子をお伝えできたんじゃないかなというふうに思っております。自分たち親は日本で教育を受けて、これから子供をカナダの小学校に行かすっていう皆さんも中にはおられるかと思うんですけども、実際行かしてみたらもうほんまに全然心配なく毎日そこそこね楽しんで行ってるんで、もう本当に委ねちゃって大丈夫だと思います。そしてね、これから小学校に入っていく新入生のみんな、本当に頑張ってください、楽しんでください、応援しています。ということで今週のユーコンユーコンここまでです。お相手は私スケの団地でした。それではまた来週、さよなら。月の団地のユーコンユーコン。